ございます。上富町の20日のトーク、今日は雨降りでございますが、この村井交差点でお話をさせていただきたいと思います。雨が非常に強い降り方となっておりますので、車を運転される皆さん、ぜひ気をつけて運転をしていただきたいというふうに思います。特に村井駅北側の交差踏切から西へ行く道路、これ改良がどうしても必要だなというふうに私も今通ってきて思いましたけれども、その辺で歩行者の皆さんが極めて車が通り過ぎないと引き合いができない、そんな道路でございますので、私も今現場を通ってきて改良の対応について、私あるいは県に対してお話をしていきたいというふうに思います。おはようございます。社民党の街角トーク、今日はこの村井交差点から社民党松本総局代表の私中川は仕事でございますが、しばらくの間お話をさせていただきたいと思います。昨日来衆議院選挙に向けて野党第一党である民進党が小池新党である希望の党に合流をするというような報道が続いております。今日午後1時から衆議院本会議が開催をされ、その冒頭で所信表明演説もなく、野党の代表質問もなく、衆議院を解散する、安倍首相の下で10月10日公示22日投票で総選挙が行われるという今日そのお日でございます。もとより私たちは憲法違反の安保法制を作ってきたこの安倍首相を何としても倒さなければならない。2003年の9月19日以降、多くの平和を求める市民の皆さんと共に毎月19日を忘れないと、そんな思いでスタンディングを行っていきたい。あるいは作家の沢木久恵さんの呼びかけによる毎月3日の安倍政治を許さないスタンディングなども続けてきたわけであります。加えて今年の通常国会では、国政の安倍首相に対して物申す市民を捕まえてしまえと言わんばかりの共謀罪、これも前代未聞の委員会採決を吹っ飛ばして、いきなり本会議で採決をするというような暴挙さえ行ったわけでありますから、こんな国民の生活を無視し、そして日本の平和を壊していく、憲法を壊す安倍政治を何としても倒さなければならない、こう考えていましたから、この解散小選挙で安倍政治を倒すために全力を挙げていきたい、そのことはまず申し上げておかなければならないというふうに思います。ただ安倍さん自身、なぜこんなに急いで解散総選挙をしたがったのか、しなければならなかったのか、そのことについてはお話をして、また自身の考えも述べておきたいというふうに思います。それはやはりいわゆる盛りかけ問題だというふうに思いますが、通常国会末に共謀罪を強行採決しなければならなかったのは、一秒でも早く、一時間でも早く、一日でも早く通常国会を閉じて、そして加計学園問題に関わる事
自身に対する追及から逃げたかったとしか言いようがないわけであります。そうそう、参議院の委員会で我が党の福島身分を参議院議員が初めて国会で加計学園問題の追及をいたしましたが、その時に安倍総理大臣は名前を出しましたね、責任が取れるんですかというふうに委員会で福島みずほ参議院議員を総括したわけでありますが、しかし結果として岩盤規制にドリルで穴を開けるというふうに言ったことが安倍総理大臣を中継する森友学園の籠池理事長や、あるいは盟友お友達である加計学園の加計幸太郎氏への弁護強要であり、政治の私物化であったということが国会の中で明々白々にされることが、何としてもそれは避けなければならないという判断から、この早い解散総選挙を選択した、まさに安倍首相による安倍首相のための解散総選挙だというふうに言わざるを得ないと思います。一方で野党第一党の民進党の皆さんの今のうろたえぶりと言っていいとはいうふうに思いますけれども、これも目に余るものがあるというふうに思います。4月段階で私どもは民進党、共産党、社民党、自由党、立憲4党というふうに言ってまいりましたけれども、この昨年の参議院選挙で32ある選挙区で候補者を一本化して自民党の候補者を倒そう、そして立憲政治をこの国の政治に取り戻そう、こう野党間で民進党も含めて、そして市民連合の皆さんと共に共通の政策づくりを行い、そして野党4党の党首間においても今般衆議院選挙可能な限り協力をして戦おう、こういう一党一党をしてきたわけでありますが、前原新体制になって民進党の支持率が上がらない、このままでは自民党に勝てないし、新たに出てきた小池新党に安倍批判票が付けられてしまう、まあ、こういった考えが頭をよぎったんだろうというふうに思いますが、民進党を対等的に対等してでもその新党希望の党に合流を求めていくということは、まさに政治家自身の保身、安倍首相自身も今回の解散総選挙は安倍首相の保身だというふうに思いますけれども、私は理念なきこの政治家自身の保身というようなことが、この今この時点で起きていることを非常に残念に思うわけであります。まあ、今日の解散総選挙を受けて、そして民進党でも両議員総会が行われ、そしてこれからさまざまな紆余曲折を経ながら10月10日を迎えることになるというふうに思います。私は少なくともこの間市民の皆さんと共に立憲政治をこの国に取り戻すというふうに運動をし訴えてきた、その立場から申し上げれば、憲法を守り、そして安倍政治の下で憲法9条の改正を許さない勢力が改めて力合わせをする選挙にしていかなければならない、そのあり方はまだまだこれから考えていかなければならないというふうに思いますけれども、少なくともこの間市民連合の皆さんと共に議論をしてきた政策というものがあります。それは格差と貧困を是正をして、この国に再び
分厚い中間層を作り出していく骨太な経済政策、そして戦争法制を廃止をする、消防罪を廃止をして憲法に基づく政治、立憲政治をこの国に取り戻していくこと、そして福島第一原発、この国の自信がある国の中で原発政策を見直して、そして大胆に再生可能エネルギーにエネルギー政策を転換していくという大きな3つの柱、この柱に基づいて結集できる政治家政党は、私たちはこの国の政治の中で力を合わせていくべきだというふうに考えております。社民党は北信越ブロックにおいて昨日富山平和運動センターの議長である山崎明さんを比例の候補者として、また富山2区の総選挙区の長距離候補者として決定をいたしました。山崎明さんはこの間富山市あるいは富山県における政務調査活動費追及のこの戦闘自宅あるいは戦闘法廃止消防罪廃止のその戦いの戦闘に立ってきた方であり、私のもちろん先輩であるわけですが戦う仲間であります。どうか私ども長野県社民党としてもこの山崎明さんの当選に向け全力を挙げていく、そんな決意もしているところでございます。今日衆議院解散総選挙ということになる、その際野党がバラバラではどうにもならないわけでありますけれども、しかし地方の党の考え方を見れば安倍政治の二の舞になりかねないのではないかと危惧をしている方が大変多いわけであります。私ども社民党は立憲主義を、立憲政治をこの国に取り戻し、安保法制を廃止し、そして格差と貧困を是正する骨太な経済政策を打ち出す、そういった勢力の結集に向け頑張ってまいりたいということを今日最後にお伝え申し上げまして、村井交差点での街角トーク終わらせていただきたいというふうに思います。今日は大変な雨降りでございますし、雨の中歩行者は傘を差しての歩行となります。狭い道での車との行き違いなど大変危険な状況がございますので、どうか車を運転する皆さん、歩行者には気をつけて運転をしていただきたいということをお願いをして終わります。ご清聴いただきありがとうございました。